ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近、雪山の遭難や昔の有名事件などが続いたから、今回の動画ではちょっと身近な事故ネタを取り扱っていきたいと思っている。身近な事故？SNS などを中心に人食いエレベーター、と呼ばれている、2016年に中国で実際に起きた事故なんだが、1ヶ月もエレベーターに閉じ込められて、そのまま死亡してしまった女性の話だ。うわ、ゾッとした。あんな狭い空間でたった一人、1ヶ月も閉じ込められるなんて、ちょっと考えたくもないんですけど。連日猛暑の夏場だし、背筋に寒気を感じる話もたまには良いかと思ってな。とはいえ、真偽も不確かなホラー話を持ってくるのはこのチャンネルの趣旨に反するから、どうしようかと思って。そこで、身近な事故、を通じて恐怖を感じてもらおうと思ったってわけだね。そういうことだ。早速、事故の経緯から紹介していくとしよう。2016年1月30日のことだ。中国は陝西省の省都でもある西安市、かつては長安とも呼ばれた場所で、今回の事件は起こった。長安ってのはなんか世界史の授業で習ったことがある気がする。中国古代の象徴で、都になった都市だからな。日本でいうところの奈良、京都に相当すると思ってもらって差し支えないと思うぜ。つまり、それくらい大きな都市ってことだよね。これが例えば、インフラ整備もそれほど行き届いていない田舎の建物で、エレベーターが故障して、みたいな話だったらなんとなく想像つくんだけど。西安市は世界的に見てもかなり栄えている都市だな。そのうち工業区と呼ばれるエリアのとあるマンションで、エレベーターの整備担当者がエレベーターの電源を切ってしまったところから、事件は始まるんだぜ。整備担当の人がエレベーターの電源を切った。もともとこのエレベーターは、10階と11階の間で動かなくなってしまい、故障してしまっていたんだ。ああ、なるほどね。そこで駆けつけた修理業者が、まあおそらくは電源がついたまま作業すると危ない、みたいな作業上の理由で電源を落としたんだろうな。でも、そのエレベーターの中に人が乗ってたんでしょ。そういうことだ。電源を落とす前にさ、中に人がいるかどうか、とか確認しないの。修理業者は、大きな声で、中に誰かいますか、と尋ねたとのことだ。え、そんだけ？そんだけ。いやいや、待って待って。突っ込みどころが多すぎる。中にいる人が声の出せない人や、耳の聞こえない人だったらどうするのよ。もちろんその可能性は考えて叱るべきだよな。その他にも、閉じ込められている間に意識を失ったり、助けて、と叫び続けて喉が枯れてしまったり、出られない、というストレスによって精神的に参ってしまった場合だってある。普通は、直接中を確かめて確認するべきでしょ。なんでそれをしないの？ああ。まあその辺についての掘り下げは、ちょっとまた後で触れるよ。ただ、本来はそうするべきだった、というのはその通りだ。今はとりあえず、今回の修理担当者はエレベーターの中に人がいるかどうかの十分な確認を怠った、とだけ覚えといてくれ。まあわかったわ。結局、中に人がいることを誰も知らない状態でエレベーターの修理が行われ。そして、この整備担当者はエレベーターの電源を落としたまま、その日は帰ってしまった。しかも運の悪いことに、中国には旧正月という伝統的な祝日があってな。旧正月って、旧暦の正月、ってことだ。つまり、現代の私たちが使っているカレンダーよりも一世代前の、古く伝統的な暦における正月、ってことだな。あれ、でも今回の事故があったのは1月30日って言ってたよね。ああ、この旧暦ってのは、現代のカレンダーと日にちが1ヶ月ほどずれ込んでいるんだよ。つまり、現代のカレンダーにおける2月1日前後が、かつてのカレンダーでは年越しと元旦になるってことか。そういうことだ。そして、この旧正月ってのは、中国の文化では非常に重要な春節の祝日でな。ということは、仕事なんて休むのが当たり前、ってことだ。しかも、この春節の祝日は、翌日の1月31日からおよそ1週間ほど続く連休なんだよ。うっわー、マジでタイミング最悪じゃん。それこそ、日本でいうところの年度末の仕事納め、あるいはゴールデンウィーク前の最後の出勤日みたいな状態だったってことだね。つまり、その翌日も翌々日も、エレベーターの修理作業は行われない。それどころか、この整備担当者がエレベーターの修理に戻ってきたのは、なんと1ヶ月後の3月1日だった。ええ。
その間も当然、女性はエレベーターの中に取り残されたまま。これはもう、絶望的だね。戻ってきた整備担当者はエレベーターを開けてびっくり。なぜか女性の遺体が横たわっていたんだからな。なぜか、じゃないんだよな。その後、亡くなったのはマンションに一人暮らししている43歳の女性であるということがわかった。ああ、一人暮らしで同居人もいなかったので、家に帰ってこないことを誰も不審に思わず。ってことか。その後、エレベーターの管理担当やマンションの管理担当の方々が、業務上過失致死の容疑で逮捕された。まあ残党。さて、当然ながら、エレベーターの整備担当者が中に人がいることをしっかりと確かめず、取り残された女性を見つけられなかったのは、重大な過失なわけだが。そもそもどうしてこんな問題が起きちゃったんだろう。たまたま担当の人がめちゃくちゃずさんだっただけ。いや、この担当者一人の責任かというと、そう簡単なものでもない。ここで中国の社会問題というのが深く絡んでくるんだ。中国の社会問題。中国においては、安全に関する基準や規則というものがないがしろにされがちなんだ。ああ。言っちゃ悪いけど、正直そういうイメージあるわ。まあ日本が厳しすぎるってのもあると思うけど。直近で似たような事件だと、同じく中国のとあるショッピングセンターで、エスカレーターの上りの床が突然抜け落ちてな。運悪くその穴に落ちた女性が巻き込まれて亡くなるという事故があった。この時の防犯カメラの映像が SNS などを通じて拡散され、今回の人食いエレベーター、事故と合わせて話題になっている。人食いエレベーターって?うちのチャンネルでも、過去に中国で起きた事故や人災を何度か取り上げているが、ちょうど日本の国鉄線午後大事故が起きた時のように、目先の利益やノルマを優先させて、面倒な工程や安全維持のための確認ってのがしばしばスキップされるんだよ。で、工事をする側も安全検査をする側もみんな手抜きしてるから、どでかい問題が起きてようやくそれが明るみに出る。ってパターンね。もちろん、どこの国でも似たような問題は多かれ少なかれ起きているとは思う。ただ、それにしても中国における安全のための規制の緩さや、人命の軽さってのは異常だよ。しばしば取り沙汰されているな。それで民衆やマスメディアが激怒するんだけど、政府に都合の悪いような記事を書くと検閲されちゃうんだもんね。ぶっちゃけ汚職でズブズブだしな。手抜き中抜きの追及をしたり、そこで浮いた金が誰のポケットに収まったのかってのを掘り下げていくと、必ずどこかの権力者にとって都合の悪い情報にたどり着く。中国の一番悪いところ出ちゃってるでしょこれ。あとは、それに合わせて都会で孤立しがちな一人暮らしの人々の安全性についての関心も高まったな。安全性の問題って言うと、どうしてもまだあまり技術とかが発展しきっていない田舎をイメージしがちなんだけど。まさかこんな大都会で、こんなずさんな事故が起こるだなんてね。見落としはもちろんそうなんだが、この一人暮らしの女性がエレベーターに閉じ込められて、そのまま亡くなるまでの間に助かる猶予はなかったのか。ってな。どういうこと?例えば同居人なんかがいれば、何時になってもあの人が帰ってこないなぁ、から警察に相談したり、遭難届が出たりで、見つかっていた可能性があるだろ。まあ、でもそうはならなかったわけじゃない。中国ほどの先進国が、これを技術的に解決できないのか。って話だよ。例えばスマホアプリや家のスマート家電なんかで、事前の設定もなしに一定期間以上のアクセスが途絶えると、知人や親族に連絡が行くシステムとかな。ははーん、なるほど。仮に中国で汚職や安全性を無視した手抜きの工事が蔓延していなかったとしても、ヒューマンエラーってのは絶対に起こりうるものだからな。それが起きた時に、起こしてしまった人を責めて終わりじゃなくって。ヒューマンエラーが起きてもまだ救いはあるように。技術でカバーしておこうって話か。夢物語かもしれないが、いつかそういう技術のセーフティーネットが世界中に広がって、不幸な事故が根絶される日が来ると良いな。ともあれ、今回の動画はこの辺で。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。